それでは本日もこちら続けていきましょう。モンスターカプセルがレベル上げしてる間の暇つぶし、こら。ガルフレッツァ夫人のおかげでこのレイトン探偵社の名前も知られるようになってきましたね。この調子で頑張りましょう。僕も及ばずながらカトリーさんの力になりたいと思います。俺はここでひれでしてるからカトリーとノアで調査が行ってきたらどうだ。解決、未解決っていうのが昔あったな。想像してたよりもずっと豪華の船ですね。でかい。普及型豪華客船になって聞いていたので、もう少し小さい船を想像してました。普及型豪華客船、何でも手軽に楽しめるのが売りの小型の豪華客船なんだそうですよ。ああ、これで小型なのか。とても小型船だなんて思えませんよね。店内もきっと豪華なのだろうな。こんな船に乗れるなんて夢みたいです。戦場ではこのクララ・エドワーズ号の初公開パーティーが開かれるんですよね。さすがの夫人、見た目だけじゃなく太っ腹だな。この豪華な船のチケットを3人前もポーンと気前よくくれるとは。おかげで留守番しなくて済みそうだ。な、はい。さっき船員さんに預けました。あとは客室まで運んでくれるそうです。あのカトリーさんのトランクすっごく重かったんですが、一体何が入ってたんですか？あれでですか？必要なものが多すぎるだろう。おお、そこにいるのはカトリーじゃないか。こんなところで会うとは思わなかったぞ。ああ、ガルフレッツァ夫人から招待されてな。日頃の感謝の気持ちだと言われては来ないわけにはいかないだろう。お前たちも招待されたのか？ねえ、そうなんです。それはよかった。他の乗客は富豪のようなお金持ちばかりだったからどうしようかと思っていたんだ。このクララ・エドワーズ号は普及型ということで、普通の豪華客船よりリーズナブルみたいですよ。それにしたって船も大きいし、十分豪華に見えるわな。きっとこれだけ大きい船だと、動かすのにもたくさんの船員が必要なんでしょうね。あそこにいる船員さんなんかすごく忙しそうに働いてますよ。なあ、早く運べ。早くしろと言われても、今急いで運んでるところなんだな。それが遅いってるんなら、もっと急げ。分かったよ、急ぐよ、急ぐ。そろそろ出発だともたもたするな。どうしたカトリー。な、本当ですね。向こうもこっちに気づいたみたいです。あ、カトリーさん、どうやら乗船が始まったみたいですよ。ご乗客の皆様、大変お待たせいたしました。これよりクララ・エドワーズ号にご乗船いただきます。素晴らしいクルーズの始まりです。さあどうぞ足元にお気をつけて。一瞬顎に見えたあの口が。あ、待ってください、カトリーさん。俺を置いてくれ。客室なら招待状に部屋の番号が書いてあったと思いますよ。僕の招待状には二等客室って書いてありますね。部屋番号は？お、その番号は私と同じだろう。どういうこと？私たちは同室のようだ。じゃあカトリさん、僕たちの客室はこっちにあるので行きますね。また後で合流しましょう。
よし、行くか。間違えただけだ。ノア、待ってくれ。僕の部屋の前に謎が落ちていたんだ。でも謎に興味ないからどうしようかと。ダーツ入門。図のようなダーツボードがある。ここに3本のダーツを投げたところ3本とも違う得点になった。考えられる合計点のうち最も低い点数は何点になるだろう。つまり15だろ。10点と5点と外れ。合計点は15点。一本は的の外に刺さって0点だったんだ。人に当てないように気をつけよう。素晴らしいね。君の謎解きはまるでギルモント監督のかの名作、音速を超えた郵便配達員で、主人公の父親が最後に親指を立てて沼に沈んでいく感動のシーンを彷彿とさせるカタルシスと爽快感。そして一つここにあった。移動がねえなと思ったらまだあれ出てなかっただけの話か。重曹分けよう。2 3リットル、4リットル、6リットル、7リットルのジュースタンクが図のようにパイプでつながっている。矢印のバルブを選ぶとその先のタンクの上限に達するか、手前のタンクが空になるまでジュースが移動する。左の2つのタンクの赤い線ちょうどになるよう重曹分けよう。ここで6万杯になり、こっちに持ってくと3。こっちは4、すなわち半分が2ってわけか。つまりどっかで2を作ればいいってわけか。違う、これでここの、行き過ぎた行き過ぎた。
で、これでまずこっちは OK やら。これでこっちにも、あ、そっか、こう、あで、こっちを開いて、こっちに持っていけねえよ、こっちにだよ。ねあ、こっちは OK だ。うんとすると、あとは、これで、なんかしんねえけど、できた。正解！おいしいジュースを召し上がれ！データ並みなんかいろいろいじくってたらとりあえずできたからよしとしよう。なんか、鳥さん、来てくれたんですね。で、どうして部屋の中、ジロジロ見てるんですか？な、そうなんですか？やめてください。そんな具体的なことまで聞いちゃったら切なくなりそうです。同じ二度でもそんなに違うのか。この部屋も十分いい部屋だと思うがな。そうですよね。この二度客室もいい部屋ですよね。ああ、いい部屋だ。雨を防げる屋根に風をしのげる壁、それに扉付きだからな。何の問題もなく眠れるだろう。普段のアスフォアの警部のことは聞いたら、部屋のランクくらいで落ち込んでた自分がとても小さい人間のように思えてきました。そうだぞ。部屋の容赦はしたのと気にする問題じゃない。要は気の持ちようだ。
これついフェミたちにも言えることだよな。はい、アスフォアのゲーム。二次元の人、そして服の胸の大きさなど、そんな小さいこと言っとれるような状況じゃないんだよな、もう今。お前が言い出したんだろ。いいですね、見に行きたいです。まあその前にここら辺を矢探しして、おほう、引き出しの中に謎が隠してあるとは。サービス満点だな。この部屋の謎は赤鳥たちの部屋の謎とどちらが上等なんだろうな。それはあえて比べなくてもいいと思います。トランプ占いの店にやってきた。場にある全てのカードを山札の上に置くことができれば占いも良い結果が出るそうだ。山札にはマークか数字が同じカードだけを並べることができる。場のカードを順に選び全てなくしてほしい。数字はないんで、まずここで出せるのは953。4がつながる分がないってことは、最後は4、すなわち最後にいじくるのはこの4が最後に来るようにってことは三つ葉だな。三つ葉というかクローバーか、これ言い方により。あ、4と2か。最初に入れられるのはこの ダメだ。3、2、8、こっちからこう飛んで最後に行くか。いけた。あとはどの順番でも OK。あなたは将来スペードのカードのような素敵な王子様に出会うでしょう。男の部屋に素敵な王子様と出会うでしょうってのもなんか変な話だな。お見事です。さすがスコットランドヤードの警部さんですね。こんな謎は私にかかれば朝飯前だ。他にはなさそうだな。この窓開けられないようになってますね。
そういえば遊戯王モンスターカプセル GB で。ようこそ皆さん、満天の星の下、星空の下、本日は絶好のクルーズ日和です。出航するまではまだ少しお時間がございます。どうぞごゆっくりお過ごしください。今4階の方をやってるんですけれども、どうしてわかるんですか、カトリーさん。またかんか。そうなんですか、アチラルジーさん。な、カトリさん、ジラルディさん、あの人こっちに来ましたよ。皆様、グラナエドワーズ号へようこそいらっしゃいました。私はこの船の船長を務めますウェイン・レイナードと申します。一泊二日の間、安全な航海はもちろん素晴らしい船旅をお約束いたしましょう。それにしてもこのグラナエドワーズ号って立派な船ですよね。ああ、小型の豪華客船とはいえこの船も十分な大きさがありますからね。はい、とても小型だなんて思いません。そうですか。しかし豪華客船という括りの中で見ればこの船は小型に入るんですよ。実は私、グラナエドワーズ号に乗る以前はこの船よりもずっと大きな船の船長を務めていましてね。もっと大きい船の船長さんだったんですか。すごいですね。そんなことはありませんよ。大きさだけが船、大きさだけが船の価値を決めるものではありませんからね。人間の価値は金じゃなくって心の広さで決めるものっていう風な感じでもねえかな。ご乗船いただいたお客様に心地よく楽しく過ごしていただける船が最上の船と言えるでしょう。住めば都ってやつかな。なるほど、確かにその通りですね。それでは本日のクルーズの予定を説明させていただきます。船着き場を出た後はテムズ川を下り船の沖合まで出ます。その沖合でパーティーを楽しんだ後またこの船着き場に戻ってくるというコースを予定しております。沖合でパーティーだなんてきっとロマンチックなんでしょうね。相変わらずロマンのないやつだな。なあ、そろそろ出航の時間ですね。それでは皆様、良い船旅を。モンスターカプセル GB で4階だと遊戯は闇遊戯、まあ、すなわちアテムから普通の遊戯になるんですけれども、その状態で3階のゴースト小鈴鹿と戦う際にゴースト小鈴鹿と話す時だけ闇遊戯アテムのアイコンになってるんですよね。バグなのか仕様なのか、めんどくさかっただけなのか。テムズ川の女神は二度微笑む、かわねえよ。で、あとゴースト小鈴鹿、まだあれ経験値20くれるんですよね。11レベルででも。カトリーの和楽というのは何か事件が起きそうってことだろう。それもそうだな。私たちの出番がない方がいいに決まってる。失礼、お嬢さん、カトリエルレートさんだね。それからスコットランドのアスポワルゲームにロイヤー分析官ガルフレッツァ夫人から聞いてるよ。今日の乗客にあなた方がいるとね。いかにも私はヘンリー・エイザーランド、このクラスエドワーズ号のオーナーだ。ついでに言うとロンドンの造船会社オクトーバー社の経営者でもあるんだ。どうぞよろしく。10月社ですか。お褒めに預かり光栄だね。今回の普及型豪華客船というサービスを考え出したのも私だ。ちなみにオクトーバー社の設立は10月とかっつうんじゃねえだろうな。ビジネスではすでに新しいことを試していかねば生き残れ。その価値や会社を大きくするために手段を選ばず少々強引なこともしてきた。それって渡辺真帆人さんみたいなことですか。ライバルの中には私のせいで泣いた者も数多くいるだろう。だが多少の無茶をしなければビジネスで成功などできんからな。名探偵ドガスの君だって名声を得るまでに多少の無茶をしただろう。ガルフレッツァ夫人が人を褒めるというのは珍しくてね。
君の噂が評判通り学校の謎を解いて、ぜひ実力を私に見せてくれないか。船の上に旗を持った水兵立ち返る。左のホイッスルを選び、 A を下まで動かすと号令の範囲が出現する。それを水兵の上で離すと、円の中にいる水兵が旗を上げ下げする。ホイッスルを5回鳴らして、全員が旗を上げた状態にしてほしい。どういうこっちゃ。この範囲を手分けか。これではダメだな。分かってるよ。最終的には白になっているメンバーが一塊になるように行って前でできるようにすりゃいいわけだろう。止まってよ。最後にまとまりの ダメだ、ちょっとヒントもらおう。あ、できた。なくそ、ここが4人まとめてできねえか。あ、でもダメだ。この端っこのメンバーを
上と右の最初から旗を上げている水兵は号令の範囲を中央に置いて一旦旗を下げよう。でこれで一旦旗を下げて、全然わかんない。左で最初から旗を上げてる水兵は上と下からの号令の波に、あのセーラー服っていうのはこの水兵の服から来ています。全然わかんねえ。上と右の最初から旗を上げている水兵は今これでヒントにはできた。左で最初から旗を上げている水兵は上と下との号令の範囲を重ねて、なるほど、最後の3人はこれであげるわけか。とするとここの範囲、この範囲を間違えたわけか。こうか。いや、であとはここの3人を上げるようにすれば、え？
これか。うわ、結構シビアだな今の。いっと、やっとできた。細けい作業だったな今回は。正解、中央と四隅にホイッスルを置いて全員に号令を出そう。なるほど、この謎を解くとはどうやら噂通りのようだ。私はトラブルなど怖くはないが、君の名前は覚えておくとしよう。今日はクララエドワーズ号の初公開、ぜひ楽しんでいてくれたまえ。後悔が後悔しないようにね。エーザーランドさん、お話し中のところ失礼します。パーティーの準備が整ったとのことです。おお、レイナード船長、もう沖合まで出たのか。はい、さすが最新型のクララエドワーズ号です。昔君が乗っていたグランドエリザベス号とは勝手が違うだろうが、よろしく頼むよ。はい、お任せください、エーザーランドさん。さあ皆さん、パーティーの準備が整ったようだ。どうぞ船内の方へ。クララエドワーズ号の初公開記念パーティーを始めますぞ。カトリさん、いよいよパーティーが始まるみたいですね。あ、パーティーが始まりますので、皆様どうぞ船内ホールへいらしてください。ねえ、すごい豪華だよね。だよね、だよね。しかもこの船は今までいなかった普及型豪華客船で、今話題なんだよ。これから絶対流行ると思うんだよね。みんなよりも最近撮ったって証拠に写真もたくさん撮っておかないとね。もちろん2人の思い出ちゃんと撮っておかないとね。どこを見てもキラッキラだよね。もう写真撮りまなくらなくちゃ。海で拾った臭い石。名前をちょっと考えてあげようよ。こっちが船の普通、ん？こっちが船のへさきですか。波をかき分けて進む様子がよく見えますよ。パーティーも今回のクルーズの目玉でね。素晴らしいひとときを約束しよう。いっぱいもらえた。飾りの旗がよかったにはためいてるな。はダジャレですか。もうあとはないみたいだな。ごちそうがたくさんありますよ。聞いちゃいね。な、そろそろハイパーティーが始まるみたいですよ。ご乗船の皆様、今夜はクララ・エドワーズ号の記念すべき初公開にご乗船いただき誠にありがとうございます。ご存知の通り、このクララ・エドワーズ号は我がオクトーバー社の普及型豪華キャスク船の第1号となります。今夜はどうぞ船上での夢のようなひとときをお楽しみください。後ほど皆様にお楽しみいただける趣向も用意しております。それではどうぞお食事をお楽しみください。パーティー、どの料理から食べる？取ってあげるよ。普段穏やかなパーティーなど、華やかなパーティーの面がないが、たまにはいいものだな。今度はうちの妻と一緒に来るか。楽しんでいるかね。この後には特別な催しも用意してある。楽しみにしていたまえ。
パーティーを楽しまれてますか？どうぞごゆっくりお過ごしください。本当にすごいごちそうですね。見たことがない料理もたくさんありますよ。確かにこれだけたくさんの料理があると全種類食べてみたくなりますよね。いや、これは飾りじゃないでしょうか。クイージ張りすぎだろ。シャーロさん用のごちそうもあるんですよ。おお、気が利くな。なあ、見えては余計だろう。目移りしてしまって何から食べようか迷いますね。うわ、こりゃすごいな。めったにお目にかかれないごちそうだぞ。この金色の土蔵、すごい大きさだな。自由の？ね、金メッキじゃないんですか？はあ、こんなに大きい女神像が全て黄金でできてるなんて、スケールが違いますね。モダンダンジョンの皆様、本日は楽しい仕事として皆様にゲームに挑戦していただきます。な、カトリさん、何か始まるみたいですよ。まずは商品の説明からいたしましょう。このゲーム、優勝された方に素晴らしい商品をご用意しております。その商品とは他でもありません、ホールを見下ろすこの美しき黄金の女神像の、そう、この女神像の落札券をプレゼントいたします。この素晴らしい女神像をあなたのものにする、またとない機会を逃すことのなきを振るってご参加ください。落札券で、それそれ、参加するからにパーティーのために優勝目指しちゃうよ。なんだ、カトリは参加しないのか。なんだ、結局参加するのか。それならちょうど今から説明があるようだぞ。ただいまよりゲームのルールについて説明いたします。これから皆様には4つの天使像を探し出していただきます。要は宝探しゲームというわけですが、なお天使像を探す場所については私とレイナード船長とでご案内いたします。宝を探していただくことでこの船を隅々まで見ていただこうという趣向なのです。それではまず第一の舞台です。それはこのクララ・エドワーズ号の心臓ともいえる部屋、そう、機関室です。皆様、機関室へおいでください。面白くなってきましたね。なんといっても探偵と刑事、それに事件分析官が揃ってるんですから、いわば皆さん探し物のプロです。ですから、このき、なんか、きっとこの中の誰かが落札権を獲得つくね、落札権を獲得すること間違いなしですよね。の、あれ、皆さん目つきが変わったような。この子は私に任せてもらおうじゃないか。天使像探しなど日頃から事件の捜査でロンドン中探し回ってれば、私からすればたやすいというものだ。なんだこの雰囲気は。どうやら皆さんライバル心が芽生えてきちゃったみたいですね。面白い、受けて立とうじゃないか。もうカトリー、勝負なんかして大丈夫か。いや、あれやら、そう簡単に行くか。チキンの丸焼きですよ。美味しそうな匂いが漂ってきます。
ああ、ここはクララエドワーズ号の心臓部である機関室です。どうぞ皆様中へお進みください。この機関室のどこかに天使堂を隠してありますぞ。皆様に見つけることができますかな。頑張ろうバディ。僕たちが頑張ったらきっと天使の方から見つけてって出てくるよ。なんで小さなって知ってんだ。船の機関室は随分たくさんの機材を並んでるな。しかしどれが何の機械なのかさっぱりだ。おい、肩を触るな。こら、言ってるそばからスイッチを相当するな。なあ、そのスイッチは大きな荷物を運び入れるクレーンのスイッチですよ。いいえ、大丈夫です。それよりいよいよゲームが始まるそうですよ。それでは皆様、いよいよ天室を探しゲーム第1幕の開始です。船の運航に妨げにさえ、船の運航の妨げにさえならなければ、この機関室のどこを探していただいても結構です。さて、どこに天使が隠れておりますかな？宝探し。ここにある9個の宝箱のうち3個の宝箱に宝石が入っているとして、スイッチを選ぶとライトが点灯して宝石の入った宝箱が周りに何個あるかが分かる。宝石の入った3個の宝箱を全て選んで答えてほしい。なんだかマインスイーパーみたいだな。ここには2、1、すなわちここのどっちかに入ってることは間違いない。でここも1で2、まずこうだったと仮定して、あ、なんか一発でできたような。これなら1で、ここに2、ここで1できちゃった。正解。全ての宝石を見つけたぞ。さあ次の宝探しに出発だ。やりましたね、カトリーさん。刑事もそれを言うことだな。この程度の探し物発見できて当然だ。あ、他の乗客の中にも天使堂を見つけた人がいるようですよ。どうやら皆さん天使堂を見つけたようですね。なに、最初のぬでこて調べ少々簡単にしておいたんですよ。さて、せっかく機関室にいらしたんですから、少々この船の性能について船長から説明いたしましょう。話が長くなりそうな予感がするな。皆さんが乗っているクララ・エドワーズ号は外観が美しいこともありますが、何より優れているのはこのエンジンです。この船のエンジンは大きな馬力を必要とするコンテナ船と同等、いえむしろそれ以上の馬力を誇ります。現在はクルーズ中のため穏やかな速度で運航しておりますが、必要とあればさらにスピードを上げることも可能です。これだけの性能を持った客船はロンドンでは初であり、もうすでに飽きてる人が一人います。最新型だそうですからね。それだけ自慢の船だってことですよ。説明ありがとうね、ラード船長。この船の素晴らしさが多少なりとも分かっていただけましたかな。やはり新しい船は素晴らしい。性能は古い船と比べ物にならないし、なんといっても話題性がある。このクララ・エドワーズ号を皮切りに、これからは新しい客船を次々と就航させていきたいものですな。どうぞ失礼。次の場所は船内ホールとなります。皆様にお戻りいただきましょう。天使像がどこに隠して